こんにちは。底辺無課金プレイヤーです。突然ですが、特化ありの、さすらいありについて解説します。このありは、5番、マッチ版のスキルに、敵の弱化効果を持つ、支援系の特化ありです。後から解説しますが、ガーデイアなりと組み合わせ、前衛に置く場合に、力を発揮するありです。スキルを、一つ一つ、見ていきましょう。まず、死は威力3、みんな持ってるスキルです。次に、突撃です。有効距離に、1列に、発動率 55% で、最大倍率 384% の攻撃を与えます。これはかなり優秀です。射程は短いですが、発動率 55% で、4倍近い倍率は、2番スキルの中でも上位に位置すると思います。次に高級防御と、高級攻撃、率いる兵隊ありの、攻撃と、防御が、種類に関係なく、それぞれ 30% 上がります。次に A が切り裂きです。有効距離に、ランダム1列に、35% の確率で、最大倍率 390% の攻撃を与えます。この時、攻撃力 30% ダウンの弱化効果もつきます。悪くはないですが、有効距離が短く、他の5番スキルに比べて、可もなく不可もなくといった感じです。次にコロニーかリスマ、攻撃力、防御力、10% アップと、生命力 7% アップの効果がつきます。次に効果皮膚です。率いる兵隊ありの、防御余力が 30% 上がります。ちなみに、7番スキルに、防御余力アップを持つものは珍しく、オレンジ品質では、このアリと、弾丸アリと、クワガタアリと、オレンジトゲアリの4種ゆるいしかいません。最後に弱点攻撃です。有効距離3、ランダム1列に、35% の確率で、最大倍率 170% の攻撃を与えます。この時、攻撃力 20% ダウンの弱化効果もつきます。このスキルは、残念ながら微妙です。確率も、倍率も低く、弱化効果も微妙です。アンロックの優先度は下げた方がいいかもしれません。これでさすらいありのスキルを一通り見終わりました。防御寄りのステータスアップが多く、射程の短い、高倍率スキルが多いため、ガーディアナリを率いて、隊列の1列目に置くと良いでしょう。クワガタアリには、若干劣りますが、有志有な防御系の特化ありと考えて良いです。ここまで聞いて、この特化ありに魅力を感じない人が多いかもしれません。皆さん覚えていますか？ガーデイアなり派、防御余力が高く、攻撃視力が低く設定されています。攻撃力は、私有ターありの半分くらいしかありません。攻撃力が、うんこです。強化したとしても、ちょっと良い、うんこにしかなりません。長所を伸ばすため、防御力に、全振りしていった方がゲームが、楽しくなるよう、作られているはずです。微妙な仕様がいくつかあり、若干苗気味でしたが、私はここで、一つの、目標を見つけました。そうです。水晶鉱山、最強を目指します。ということで、皆さん応援と、
チャンネル登録をお願いします。以上です。